ね、それで遊んでんの一人で楽しい、邪魔すんなってか。やっぱりね、ショート動画を作るのはちょっと難しいですね。やっぱりずっと横動画ばっかり作ってきてたから、ショート動画を作り込むのってね、なんかあんま慣れないですね。結局俺が作り込んでいい動画だと思ったものと、みんながいいと思う動画ってやっぱり違うと思いますし、皆様おはようございます。本日はですね、リーグ戦第2節となっております。はい、今日はちょっとね、リツくんが胸元にいるんですけれど、奥さんはね、まだ寝ていて、リツくんだけでめちゃくちゃ元気になっちゃってたので、今日はね、一緒に動画を撮ろうかなと思って、はい、連れてきました。で、開幕戦ね、惜しくも負けてしまったんですけれど、今日はいよいよね、本当にホーム開幕戦となっておりますので、是が非でも今日はね、勝ちたいなと思います。怪我の具合はですね、僕自身だいぶ良くなってきて、4月中復帰という目標は、なんとか達成できるかなと思います。で、僕自身も含めてですけど、今ちょっとチーム内に、怪我人がとても多いので、戦力不足というよりもどっちかというと人数不足に近い状態になってきてしまっているので、焦って怪我を治す必要はないとはね、前回話しましたけれど、なるべく早く治してチーム選手の負担というのをね、減らしてあげたいなと思います。リス君、そんな見てたら集中してお話できません。可愛いじゃん、ほら見せてあげて、ほら可愛いでしょ僕って。最近リツくんね、女の子に間違われることが多くて、最初ね、僕にかなって思ってたんですけれど、だんだんね、奥さんに似てきて、目がパッチリしてきましたね。ねえリツくん、よかったね。で、今日はね、とても涼しくて、また天気もいいのでね、最高の雰囲気でホーム開幕戦をね、迎えられるようにね、怪我人の僕たちも頑張ってね、サポートして盛り上げていきたいと思います。ママ起きたかな。こういかにあのカメラの画角にリツの筋肉が映らないようにパパができるかっていうね、これは戦いでもあるから、まずこう開ける瞬間にね、映っちゃうことがあるから。どう？映ってないんじゃない？ちょっと危ない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 、映っちゃう映っちゃう。20分デラウマ。この息子のなすりつけ合いは今からですね、こちらのジョイントマットをね、下にね、敷き詰めていこうと思います。それぐらい切る必要がある。あれ、切んなくていける？ええいけた。なんで？え、しかも超気持ちいい。シンデレラフィット。この裏に、ね、養生テープ貼るんだって。養生テープ貼るの？え、どうやって貼るの？ピーって縦に。おのおののパネルに。いや、貼らなくてもいいんじゃねえ、ワンちゃん。いいかな。養生テープの貼るメリットは何？でもさ、これぴったりやったらどうせはぁってなるじゃんみんなで、みんなで一つの力ではぁってなるじゃん。したらいらなくない？いや、ここだけだったらわかる。ここだけだったらさすがに彼たちもマンパワーがまだ弱いから養生テープをつけようってなる、俺たちは。でもみんないるから、まだみんないるから、ここに。じゃあいっか。みんないればファーってなれば。養生いらないか。いらないんじゃない？途中までなしでやってみる。いや、ちょっとやっぱりこれファーってならなそうだなと思ったら養生テープ貼ろう。はい。何をしてんのよあなたは。何、顔にかけてたの、タオル。一番端、このほら、どう、ここら辺どう、リツ気分どう？柔らかいでしょ、床。
い、ではですね、ジョイントマット敷き終わりました。いやー、紆余曲折ありましたけれど、めっちゃ時間かかったね。どんぐらいやってた？わかんない。1時間半か2時間ぐらいやってたよね。わかんない。全然時間じゃない。ね、特にここね、これ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 、ここ。失敗した。ここ、これ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 。もうここがさ、ちょっとあんま奥で映したとこ。ここだけ唯一失敗したとこなの。そう、ここめっちゃ難しかったよね。何枚ぐらい犠牲にしたか、わからないぐらい犠牲にしたよね。リーツがいつでも。はいはい。そう、ここでね、遊べるようにしときました。何これ、見てリーツ、ほら、見てリーツ、自分が映ってるよ。違うよ、あっちあっちあっち、ちょっとあっち見て。はい、どうぞ。ほら見て。なんで？昨日ですね、母ちゃんに言われた、ちょっと何も言い返せなかった言葉っていうのがあるのでね、まあ、それについて話していこうと思います。まあ、僕の母ちゃんって基本的にめちゃくちゃ文句を言う人で、まあ、僕たち兄弟のサッカーの試合を見に来ても、やったことないのにああじゃないこうじゃないってめちゃくちゃプレーを指摘してくるんですよ。まあ、点を取ったとしてももう何点ぐらいいけたでしょうとか、ハットトリックしなきゃ意味ねえだろうみたいな感じでめちゃくちゃ文句を言う人なんですよ。で、挙句の果てにはもうネイマールが倒れてるプレーとか見て、いやそこ倒れないでさ、もっと前に運んだチャンスになるじゃんみたいなことも言ったりするんです。もちろんね、弟が J リーグに行った時も、まあ、J の試合を見てめちゃくちゃ文句を言うし、こんなのが J リーグになるんだったら私もなんかプロサッカー選手になれたわとか言う人なんですよ。そんなね、理不尽にいろいろ文句を言う母ちゃんが昨日珍しく正論を僕にねぶつけてきまして、まあ、それがですね、あなたは YouTube とか TikTok とか人前に出てお金をいただくっていうことをしているんだったら身だしなみくらいしっかりしなさいって言われたんですね。まあ、その時はね、あのパーマがどうとか、この時は伸ばしてるからどうってね、あの軽く言い返したんですけれど、まあ、確かにね、その通りだなって思うんですよ。だから、ね、僕の動画をね、長く見てくださってる方だったらわかると思うんですけれど、まあ、1年前の動画とか2年前の動画を見て、普通にね、あの寝癖全開のまんま動画撮ったりするんですよ。で、今はね、確かにこう髪切ったし、まあ、綺麗にね、今髪も整えたので、まあ、大丈夫なんですけれど、確かにこれを見てるのと、あのね、ボーボーの髪の毛で動画撮ってるんだったら、やっぱりね、客観的に見ても印象が違うなって思いましたし、なんか珍しくね、あのまともなこと言われてね、ちょっと皆さんに申し訳ないなっていう気持ちになりました。はい、もちろんね、動画を通じてなんかありのままの姿をね、あの皆さんに届けたいと思うし、なんか偽ってるところっていうのをね、映したくもないので、もう本当にそのまんま生活感っていうのをね、もう僕動画に映してるので、まあ、だからね、嘘がないといえば嘘がないんですけれど、まあ、でも確かに嘘がないのはいいことかもしれないけど、やっぱりね、見てる側としてはね、整ってた方がいいかなって思いますので、はい、これからね、ちょっと身だしなみにも気をつけたいと思います。はい、失礼いたしました。はい、では、そろそろ試合に行ってこようと思います。まあ、チームとしてもですね、なんとしても2連敗は避けたいというところですので、まあ、出る選手たちがね、伸び伸びとプレーできるように、僕もね、しっかりサポートしていきたいと思います。行ってきます。勝つぞ。外のマイクはないの。ビシッ。ソーケバランス見て。ソーケバランス見て。ソーケ一番バランス見て。タッチちょっと前だ。ソーケ。ないよ。ない。いやいや。まあまあどっちか。絶対ない。
ちもいいよ、もう外せるから外せるからいいよ、もうどっちでも。よかったね。かわいい。リツ。これ YouTube 上げる？あ、じゃあ上げていいなら。イエーイ、カイトです。本当に？カイトです。よかったね。遊んでくれてありがとうって。ね、パパに動画素材あげようじゃあ。かわいい。笑ってる。すごいね。かわいい。やっぱ俺だな。ありがとう。ありがとう。したよ。ちゃんとバッチリ撮ってるよ。マジ大輔、大輔コーチほら出てて羨ましいって言ったら大輔、喜んでもう大輔大丈夫大丈夫大丈夫うかっこいいね、この髪型かっこいいねじゃあもう行けるわ新3年生あ、最後も出てたのみつお風呂です。心ちゃんがいっぱいいないいないばーしてくれたんだよね。ありがとうって。ありがとう。みんなに遊んでもらえてよかったね。ありがとうって。お水で遊んでんの。今日はレナにいっぱい遊んでもらったからね、よかったね。ねえ、ね、飲まないのミルクあんた眠たい眠たいね。はい、で何話したいことって話したいこと、うん、今日はね、リツをいっぱい可愛がってくれてありがとうございましただけ。ああ、俺にじゃなくてってことか。うん、みんなに周りのクラブの視聴者さんにクラブのみんなとかってことで、そう、ああ、そういうことね。ありがとうございました。ありがとうございます。あの、え、動画、ああ、動画、使う抱っこしてもらったり、いないいないばーしてもらったり、ああ、全然使うよ、使うよ。かわいい兄弟がね、うん、うん、ほんと育ちの良すぎる兄弟。でもさ、お父さんとお母さんがさ、うん、の人柄がもう子供たちの性格を作ってるなって見て思ったよ。まあ ね、うん、それもあると思うわ。子育て本とか出してない売れる、うん、買うよ私。まず6人産むとこからでしょ。そうやね、6人兄弟って俺知らなくて、子供がたくさんいるっていうことは聞いたんだけど、マジ6人いるってことはさっき初めて知って。あ、そうなの。6人のと思って、うん、ね、びっくりした、うん、ほら、リツにすっごい優しくしてくれたりさ、兄弟同士もなんか仲良かったり、うん、優しくし合ってんの見て、パパとママからの愛情を受けまくってる。全員均等に受けてるってすごくない？あ、そうか、6人全員、ね、普通さ、自分が優しくしてもらってだから人に優しくできるわけじゃん、うん、それが行き届いてた全員ね、6人均等にってことだよね、うん、それすごいよね、マジですごかった。ほえましい家族だった。確かにそう考えたらすごいよね。やっぱり優しくしてもらったり、なんか愛情を受けてないと無理よね。あ、無理だね。それはそうだな。素晴らしい、素晴らしい子育て本
待ってます。もうあの本人たち以外っていうか、その家族以外は誰のことを話してるの誰のことを話してるのみたいな、君たちは誰のことを言ってるのみたいな感じだよね。そうだね、いやカットはしないけど、最後のおまけで、おまけいつもやってる？あのやってないね。やるとしたらあの背中スイッチを切り抜けるぐらいしかやらない。去年楽しかったわ試合を見てる。違うでしょ、試合を見てるのが楽しいわけじゃないでしょ、うん、試合に見に来た子たちと触れ合ってるのが楽しかっただけでしょ。あの兄弟と触れ合ってる時間でサッカーの試合はなんかついでにやってる、ね、まあ、でも見たよ9番の直人くんだっけ、何くんだっけ、あ直樹くん、ね、直樹くんが決めたシュートは見たから、もう素晴らしい。あれはね盛り上がったよね、あの盛り上がりで率は寝るもんね。うまーってなんか太鼓とのどんじゃん、率、うん、一生来たからね。一生来た。あいつ肝心な時ダメだよな。子供センターもお歌の時間がさ、そうそう、いよいよ本番じゃないけどさ、歌の時間が一番楽しい。そうそう、歌の時間がさ一番楽しいのにさ、もう寝てるもんね。いつも寝てるもんね。そういう子なんですよ。すごいよ。え、どうだった試合は？神奈川だ相手チーム。うん、神奈川大学。あそこも良かったよ。相手チーム良かったよね。いや、俺も相手すごい良かったよ、うん。俺も相手チームも良かったと思う。なんかあの何、スポーツマンシップあったと思う私。あ、そういうところか。あ、まあもちろんあった。スポーツマンシップがね、にのっとってたと思ってる。おお、どういうところが？例えばプレーとか。うん、荒くない感じ。荒かった？まあ荒くはない。まあ、 あちょっとカットして、これは恥ずかしいから。いや別にいい。私初心者だから。いやいやいや別に別に。なんかね、一人一人がね輝いてた。相手チームね。よかった。多分見てる人いるから、神奈川大学の人も。あ、そうなの。多分見てる人いると思う。一回声かけられた。でも最後までさすがに見ないで。まだ最後まで見た神奈川大学の子はラッキーって感じ。そう、その子が見てみんなに伝えたら、その子たちみんな多分最後まで見る。あとなんかね、こんにちはって言ったらこんにちはしてくれたの。ああ、挨拶はしてくれた。確かに、それはなんかね、そういう挨拶ができるところって素晴らしいと思うよ。もう主に部活動だから、友達は。だからあれは若さが作る、あれ あるんだと思う。そういうのはあると思う。なんかさ、リツ抱っこしててさ、こう通ったの後ろの道、うん、でリツずっと見てるからさ、で目合う子も多分いてさ、だからこんにちはって言ったらさ、こんにちはって返して。可愛い。うん、めっちゃ可愛いと思って。リツ、じゃあ今日神代の子にもちょっとかまってもらってた。そう、かまってもらってた。大変だな。あのさ、言われたよ。何よ？よくいつ出れるのとか、怪我どうなのってみんなに言われる。あ、本当？私もわかんないねーって。ちなみに俺もわかんないですって感じ。あー、群れのキャラクターか。あー、確かに。それとも名前ある？名前あるんじゃない？名前あるよ、多分。わかんないから決めちゃう？ぜひコメント欄に。あ、決めちゃう今俺たちが。あれ？ちょっと顔見たい、うん、顔。これですね、これ、これです。え、でもさ、これさ、多分カッパをモチーフにしてると思う。グッグッ、グッパ。そう、グッパじゃないこれ。グッパでいいよ。グラシアのグッとカッパの、カッパのパーでしょ。パーの名前知ってる人本当教えてください。まあだからこのキャラクターの名前知っててコメント欄に書いてくれてる人はグラシア の、 あの関係者ってことだよね。絶対そうだよね。知ってる人いる？これいるんじゃない？だって名前あるの絶対。いや、 あるんじゃないの。ないのかな。じゃあこれは今日からグッパということでよろしいですか？はい、よろしいですね。これ今日からグッパっていうことになりました。もしね、あの既存の名前があるようでしたら、あのコメント欄に書いていただいて、僕ちょっと名前わからないのでね。以上、俺たちの認識はあのグッパ、グッパということで行かせていただきます。ではちょっと長い動画になりましたけれども、また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。See you.